お世話になります。ヒドリーでございます。私の動画をご覧になっている方にはモコウさんという超有名なゲーム実況者を知らない方はいないでしょう。そんなモコウさんを私は非常に尊敬しているのですが、彼の処女作品群中ポケ狩り講座というのがありますよね。私もその講座の受講生の一人でございまして、その動画は中ポケ、つまりよく使われるポケモンの倒し方を教えてくれるという内容なのですが、そのバトレボ実況第32回中ポケ狩り講座狩りの品格生マリ謝罪という回の動画にて、モコウさんはマンダは初手リュウマイヤという名言を放つんですよね。この回は2010年1月18日に投稿された動画ですが、今もなおその言い伝えは代々受け継がれております。で、そのモコウさんが教えてくださった戦術ならば、剣盾のストーリーであっても無双できるのではないかと考えてしまい眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はボーマンダで初手リュウマイしたら剣盾のストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初に交換できるところまで普通にストーリーを進めます。その後あらかじめ入手していた低レベルボーマンダを交換して、そこから基本1体でストーリーを進めます。バトルの際はどんなトレーナーに対しても必ず1ターン目に竜の舞をして戦います。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、もうブラッシータウンのとこまで進めましたので、早速交換していきたいと思います。はい、交換して、はい、無双マンダをゲットしました。レベル11のメスでございますと。で、これなんで色違いかと言いますと、 GTS でゲットしたからですね。まあ、とりあえず日本産ということで、で、さらにポケモン GO 産なので、で、かつね、ちゃんとスーパーボールに入ってるんで、信頼性はそれなりに高いんじゃないかなと思いました。まあ、本当は色違いだとちょっと改造じゃねえかとか言われそうだったんで嫌だったんですけど、これしかいなかったんですよ。まあ、もしくはレベル20とかでレイドで捕まえようかなとも思ったんですけど、ちょっとまあ今回は人の親のやつですが、やっていきたいと思います。これで、で、サンムーンとかで捕まえても結局他の親名になっちゃうんで、あんま良くないと思ったんですよね。で、特性は威嚇ですね。火の粉を睨みつける噛みつく竜の息吹で覚えてたんですが、別のソフトですね、竜の前ちゃんと覚えさせておきました。で、ちゃんとね、ポケモン GO からやってきたって感じで書いてありまして、で、ワンパクな性格なんですが、これちょっとボーマンダーにとって結構不利な性格だったので真面目に書いておきました。これでいい方向に補正してしまうと、それはそれでズルっぽくなっちゃうので、何もない状態でね、やっていきたいと思います。おし、じゃあ進んでいきたいと思います。行きましょう。32にしとこう。はい、初戦ぶちかましていきましょう。マンダは初手リュウマイヤをちゃんとね、実行させていただきましょう。てか、リュウマイやったのはいいけど、ヒノコとね、リュウの息吹があるっていうね、噛みつくしか物理技ないっていう。まあ、ヒッタし、おい、ふざけんなよ、マジかよ。クソじゃねえかよ、これ。これお見せできないわ、先生に。はい、で、2戦目。必ず勝てる相手で自分が麻痺していようが、ちゃんと言われたことを守っていきましょう。初手リュウマイヤやっていきましょう。はい、しっかり倒す。ダブルバトル。はい、最初はリュウの舞。結局リュウの息吹しか絶対使わないけど、ちゃんとメモに書いた通りやっていきましょう。おっしゃ、よし、初のホップ戦行こう。リュウの舞やっていきましょう。リュウ舞後の噛みつくで一発で倒せないというね。でもひるんだからラッキー、ちゃんと言うことも思ったから。はい、倒す。リュウ舞噛みつく3発だよ。だからリュウ舞関係ねえよ今んとこ。天才ビート君戦っていこう。はい、リュウ舞初手でやっていく。一発。はい、一発。はい、一発。これ完全初手リュウマイのおかげで無双できてる。やろう、潰してやろう。初手リュウマイやっていきましょう。2連続ひるみで倒すっていうね。大草原これしか入んねえ。強えわ、防御面が強えわ。リュウマイ関係ねえ。結局火の粉で倒すというね、素早さの面で最後役に立ったな。自分遅かったら負けてたかも。余裕で勝てるんだよ。こんな雑魚にもちゃんと初手リュウマイやっていきましょう。竜の息吹で倒す。はい、竜の息吹。エールダーも全員同じやつ使ってくるっていう意味では中ポケだからな。だから講座役立ってんのか、これ。オッケー。ゲ、噛みつく2発。いくぜ。初手リュウマイすれば怖いもんなんてねえんだよ。噛みつく2発。噛みつく2発。噛みつくのひるみが強えわ。ちか、ルーの息吹より絶対ドラゴンテールの方がいいでしょう。この縛りの場合。空を飛ぶも動かせとこっか。ルリナちょっと怖いな。はい、初手リュウマイやっていきましょう。いや、かじり亀のためにリュウマイもう一回やっとこう。いや、2回待っても噛みつく2発か。危ねえ危ねえ。うわ、一発で持ってけねえんだ。危ねえ、なんとか勝った。うわ、これ完全に待ってなかったら普通に危なかったね。よっしゃ、ビート戦だ。ここの初手リュウマイはなかなかいいよ。うわ、強っ。こんな食らうんか。はい、噛みついて一発。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 無双乱舞でね、中ポケのやつらは余裕で勝てますよ。はい、一発。ホップありがとう。オッケー。お、噛み砕くか。完全噛みつくよりいいね。大台無双だ、これは。マリーちゃんを潰すのは性に合わねえが、
やっていくしかないね。はい、ちゃんと待ってく。空を飛んで一発、空を飛んで一発。よっしゃ。カブさんがどんなトレーニングしてきたか知らねえが、先生の講座を受講した俺は負けねえんだよ。マンダは初手リュウマイヤ。うわ、やけどになった。うわ、一発で死なねえか。なんとか倒す。いや、鬼火きついわ。やけど直し使ったのにもう一回やってくんのはずるいわ。オッケー、なんとか倒した。はい、大ジェット。オッケーオッケー、一発じゃん。強えな。龍舞舞いまくりまくったからね。もう初手とか関係ないから、マンダは龍舞やが正しいね。悪タイプ中ポケ狩りしていきましょう。オッケー。え、やばい、マジか。あぶね、ギリギリだ。近いよ、砂かけでやる。くそ、これで切れねえやついんのかよ。砂かけ何回もやんな。ドラゴンテールのなくなったわ。うわ、なんとか当ててくれたけど。うわ、マジか、マジか、くそ、マジか。え、こいつに倒されるの嘘っきり。うわ、これじゃ先生に申し訳立たねえよ。くそ、こんなとこで負けたやついねえぞ今まで。なんでリベンジしなきゃいけないんだよ。こいつんとこで積みまくろう。自爆きついわ。いや、なんでそっちの方が早いの。うわ、あっぷな、あっぷな。え、なんで。頼む、外せ。うわ、無理だ。こいつと3回戦ったことあるやついんのか。絶対自爆してくんだよ。え、ちょっと待って、これ勝てるんだけど。だって相手自爆しちゃうから、リュウマイ詰めないから。アイアンテール買うためにはやらなきゃいけないからね。いや、これ久しぶりにやったわ、こんなん。よっしゃ、アイアンテール買った。アイアンテール覚えさせていくぜ。もうこいつと一生分戦ってるわ。初手自爆はきついって。これアイアンテール当てなかったら負ける。アイアンテール当てろ。あー、残った。頑丈。そっかそっか、耐えなきゃ死ぬ。うわー、3しか残ってねー。なんでこんなハラハラしないといけないの、こいつとの戦いで。いや、ここはドラゴンテールじゃないとダメか。ドラゴンテール当てろよ。おい、ちょっと待って、なんで相手の方が早いの。え、同速なの。え、また負けたんだけど。うわ、そっか、今気づいた。ドラゴンテールって高校になる技なんだ、絶対。しくったー。全然中ポケ狩り講座の以前の問題だったわ。シンプルに自分がバカだったわ。煙幕きついよ。え、これ命中率下がった状態でアイアンテール2発当てないといけないの。オッケー、1発当てて。あ、誰、外れろ。2しか残ってねえ。おい、ちょっと待って、これアイアンテール当てなかったら負けだよ。当てろよ。オッケー、あぶねえ、あぶねえ。なんとか突破した。うわ、自分のバカでこんなやられちった。ポップ戦でストレス解消しよう。ミスター、初手リュウマイするの忘れちゃった。バカした。やべえ、ルール違反しちゃった。ごめんなさい、ここはちょっと似てリュウマイで、すいません。そっか、ドラゴンテールとリュウマイは相性悪かったんだな。静電気食らった。結局涙目やられて麻痺ったから、リュウマイほぼ意味なくなったわ。よし、行くぞ。お、ドラゴンクロー？レベル33で覚えんだ。ちょっとドラゴンテール使いにくいってことでリュウの言い武器に変えてたんだけど、早速ドラゴンクローに変えていくっていうね。斉藤さんきっと嘘っきより弱いと思う。しっかり初手リュウマイしていきましょう。2回待っとこう。はい、空を飛んで一発。はい、空を飛んで一発。大ジェットで一発。はい、大ジェットで一発。初手リュウマイ最強だね。よっしゃ、ビートよ、行こう。はい、初手リュウマイ。はい、ドラクロ一発。はい、ドラクロ一発。はい、ドラクロ一発。はい、ドラクロワンパン。余裕で大無双。フェアリー戦なのでドラゴンクロの代わりに頭突きでいこう。ここって意外と能力上げてくれるから、タイプ的にきつくて思う。意外と勝てたりするんだよね。はい、じゃあ初手リュウマイしていきましょう。やべえ、妖精の風きっちー。あー、でもこんぐらいしか入んない。アイアンテールで一発だ、すげえ。オッケー、アイアンテール当たって、しかも一発。あ、思念の頭突き使う場面ないよな。あ、防御特防が上がっていく。はい、リュウマイ2段階積む。うわ、鉄壁3段階ぐらい積まれた今で。あと連結きつ。あ、けど全然食らえないね。オッケー。問題、私の年齢は。攻撃と特攻上がるのはめっちゃありがたい。はい、ダイスチルでなんとか持ってく。オッケー、ダイスチルで一発、余裕。ポップ戦、ちゃんと初手リュウマイ。お前の戦い方とどこか兄貴に似ているかもな。いや、これは先生の戦い方だから。もしかして先生とダンデが結構戦い方近いってことかな。はい、空飛ぶで2発。はい、頭突きで倒す。はい、空を飛ぶでワンパン。はい、空を飛ぶでワンパン。超余裕だね。岩タイプも苦手だけど、氷タイプよりはマシっしょ。多分いけると思う。はい、初手はリュウマイぶちかましましょう。うわ、やられた。マジか、殻を破るでやられた。よし、ようやくワット稼いだんで自信勝っちゃいましょう。アイアンテールじゃなくて自信に変えちゃいましょう。自信でワンパンできた。もう一回ここでリュウマイ積んどこう。はい、ドラクロで2発。ダイアースでワンパン。もちろんダイアースでワンパン。結局リュウマイより自信が強いわ。はい、雪の中ホップ戦行こう。はい、初手リュウマイ行く。積んでも一発で倒せないんだ。はい、空を飛ぶでワンパン。やべえ、死ぬ死ぬか。
危ない危ない。いやドラクロ3発結構きつい。地震でワンパーン、はい、空を飛ぶでワンパーン。で先生曰くマンダの流星群は強いということで、正直この企画においてはちょっと微妙ですけど、とりあえず覚えさせておきます。こんな寒い時にみんな半袖だよ。はい初手竜前、はいマンダの流星群は強い。竜前積んだ意味ない。空を飛ぶでワンパーン。え気合ダメここで覚えんの？えマジで言ってんの？マリーちゃん俺のマリオ蹴ってくれ。初手竜前、空を飛ぶでワンパン、地震でワンパン、はい空を飛ぶでワンパン。流星群強で、雑魚を捕まえていきましょう。えここで初めてキャタピー見たわ。よし捕まえた。よしやっていこう。うわ進化しちゃったし、よし行こう。もうバタフリーになっちゃった。よし行こう。竜前絶対やんなきゃいけないから、初手竜前氷の粒ってやばい。それはやばい、死んじまう。いや相手氷の粒ってやってきたら終わりだもん。地震ワンパン、オッケーオッケー。こがったー。ネズはこんなとこで歌ってねえで、ネズミランドでも行っとけ。威嚇やられていくが、こっちは初手竜舞ですから、そんなの関係ねえ。いやもう一回竜舞積んどこう。一応当然空を飛ぶでワンパン、はい空を飛ぶでワンパン。甲高いうなり声って、甲高いってあんま褒め言葉で使わねえけどな。だから自慢じゃねえよそれ。空を飛ぶで2発だね。はい地震でワンパンできた。いや今回も無双だったね。またね雑魚を捕まえ直しましょう。欲しがらせでいいね、ゲットだぜ。2つの意味で自信があるから勝てると思います。はい初手竜舞していきましょう。大丈夫か。ワイルドブレイカーきっちー。マンダの流星群は強い。オッケー一発で持ってく。わロックブラストやばい。オッケー耐えた耐えた。うわ着替えす全然入んね。うわマジか全然勝てねえ。やべえ超きつい。タイプがやばいわ。ギガヤスに流星群でワンパンできないかな。うわ全然できない、全然勝てない。はい大ドラグーンで相手の攻撃下げればいけんじゃないこれもしかして。えどうやっても勝てないんだけど。ちょっと鉄壁積んでやってみよっか。なんでお前こんなの覚えんのっていう話ですが、はいここで鉄壁積んでいきますよ。これいけると思うんだけど。オッケーバンジの実、もう一回鉄壁積む。砂嵐耐えた。オッケーロックブラ、待ってロックブラスト急所はやばい。ワイドブレーカーもうやられすぎ、マックス下がったわ。もう流星群でフライゴン倒していく。相手のロックブラストの PP もなくなっちゃったね多分。竜舞積みまくる。ちょっとずるいなこの戦法。でもしょうがないもん、これしか勝ち筋ないよ多分。どんだけ時間かかったんだよ。両方ともね倒していきました。巨大元帥で死んだら終わる。耐えろ。全然耐えた。ようやく突破できた。キバナ戦だけで1時間ぐらいかかったぞ。ここでは完全に初手竜舞足引っ張ったな。鉄壁の方が強かったな。よし。やべ、また初手竜舞すんの忘れちゃった。バカしたな。本当にアホだ。うわ、きつ。スラロトシで死ぬ。おい、マジかよ。こんなところで死ぬのはないわ。無理じゃん。勝てねえじゃん。これ、運ゲーになっちゃうじゃん。初手竜舞したら。ヤチの目1個。これないと多分あそこ突破できないよ。見つかっちゃった。あ、ここで使っちゃったら終わりじゃん。竜の前、氷技やってくんない。オッケーオッケー、メタルクロー。あぶねえ、ここで使っちゃいそうだった。よかった。よし、突破し。うわ、挑発してきた。なんだよ、大丈夫じゃん。相手の技依存ゲーだろ、ポケモンって。マリーちゃんをぶっ壊す。初手に竜前でぶっ壊す。空を飛ぶでワンパン。お、火炎放射を覚える55レベルか。いや、でもいらないかな。空を飛ぶでワンパン。空を飛ぶでワンパン。地震でワンパンチ。大フェアリー耐えろよ。うわーきつ、マジか、無理か。急所に当たったし。うわまさかここで負けたの初めてだわ。はい竜の前2回詰めばいけるっしょ。ちょっと待って、あぶねえ。ダイジェット、オッケー、ダイジェットでワンパンできた。よかった。竜舞やってイバルもやられたからね。ホップはワンパンしたいよ。はい初手竜舞お見舞いする。2回ぐらい待っとこう。はい空を飛ぶで2発、地震で1発。空を飛ぶで2発。はいダイジェットでワンパン。はいダイジェットで余裕でワンパン。いやごめんなさい、もう流星群全然使ってないから一回忘れさせます。よし。いやまたやっちゃった、竜舞やるの忘れちゃった。バカしたな。流星群忘れさせたからだろうな。よっしゃ。はい初手竜舞、いやなんか変な技やってくんなよ。凍える風ギリセーフか。いやーきっちー。よかった解放者でワンパンできた。地震でワンパン。空を飛ぶでワンパンチ。あダイジェットでワンパンできた、すげえ。ダイアースでワンパンチできた。アイアンテール復活させよう。フェアリータイプいけっかな。はい初手竜舞していく。あと一回待っといて。死ぬなよ。うわ攻撃下がったし、2段階下がったから竜舞したの意味ねえじゃん。地震でワンパン。はい空を飛ぶでワンパン。ダイスチルでワンパン、オッケー。うわワンパンできなかった、やばいぞ。巨大天罰耐えろ耐えろ。うわ無理か、耐えれなかった、マジか最悪。オッケー大出力でちゃんとワンパンできんだよ。じゃれつくで攻撃下がるとかいうバカみたいなことなければ普通に勝つさわ。休憩代わりにこいつ倒そっか。初手竜舞をお見舞いしていく。はい空を飛ぶでワンパン。
空を飛ぶでワンパンチ、空を飛ぶでワンパンチ、ダイジェットでワンパン、ダイアースで一発。オッケー、いい休憩になったわ。え、流星群は思い出しで思い出せないんですね。技レコードとかできんのに知らなかったわ。もう一回思い出そう。まあ、正直微妙なんだけどね。斉藤さんも楽っすね。初手に龍舞かまして、空を飛んでワンパン、はい、空飛ぶでワンパン、ダイジェットでワンパンチ、ダイジェットでワンパンチ、オッケー、余裕でダイジェットでワンパンチ、火花1対1とはいえ怖いよな。はい、初手龍舞、地震でワンパンできんだ、すげえな。もう一回積んどこ。あ、荷積みすれば一発で倒せんだ。大ドラグーンでワンパン、大ドラグーンでワンパンチ、よっしゃ、ダイアースでワンパンできんだ、すげえな。よし、やっとローズ戦だ。はい、初手龍舞をお見舞いしていく。空を飛んで一発、激輪64レベルで来ましたね。ただいらないな、ここは。地震でワンパン、地震でワンパンチ、わ、ダイジェットでワンパンいけましたね、すげえわ。はい、ダイアースでワンパンできましたね。いや、こいつ地味に一番きついから、ダイマクスを一発でやられんじゃん。いや、龍舞やっていけるか。あ、黒っぽいやってきた。うわ、地震でワンパンいけなかった、マジか。龍の波動で死ぬな。やばい、やられた。バカじゃねえの。よし、ここで突撃直系手に入れた。これ持たせればいけるっしょ。うわ、そうだ、突撃直系の効果で変化技出せねえんだ、バカした。やべ、一番の違反だ、これはもう負けだ。オッケー、ハバンの実手に入れた。これでドラゴン技弱めていきましょう。竜の波動、ハバンの実が弱めた。流星群当てろよ。マンダの流星群は強いけど、ちょっと倒せなかった、マジか。うわ、やべえ、もうやられた。勝てねえ、これ。そうか、このためにわざわざ激励覚えさせればいいんだ。よし、ここで力の鉢巻きで今度は行こう。で、ちゃんと持たせて。はい。あ、運ゲー。ちょっと耐えろ。オッケー、耐えた。耐えた、ギリギリ耐えた。初手流舞してって、激励、倒せるよ、これワンパン。オッケー、倒せた。いやー、これもしんどそうだな。はい、ここもちゃんと初手流舞していきましょう。うわー、危ねえ、大ドラグーンでワンパンされかけた。え、ボーマンダが見えないんだけど、バグってる、これポケモンが現れないんだけど、空飛ぶしてないのに、今ボーマンダここでは見えんのに、いや見えないよね、やばいでしょ。うわ、ほら、やばいやばい、なにこれ、ピコピコなってんだけど。え、これ完全バグじゃん。すげえ。あー、ようやく終わった、逃がそう、バイバイ。3度目の流星群覚えさせていく。先生と戦い方が近いと言われるダンデ戦、行くぞ。お、禁止やってきた、ラッキー。マンダー初手龍舞や、マイルだけ待っときましょう。ここがマイポイントだ。特防下がった、最悪、これワンチャンやばいぞ。いや、もう一回いっときたい。うわ、シャドボやってきた、耐えろ。うわ、やべえ、バカした。うー、シャドボで下がったのずるいよ、耐えるだろあれ。うん、クソ悪いわ。初手龍舞2回目積んで、地震でワンパン、こいつワンパンで持ってかねえと勝てねえぞ。オッケー、空を飛ぶでワンパンいけた、流星群当てろよ。オッケー、当てろ。マンダの流星群は強い、オッケー、完全に役立ったね。空を飛ぶでワンパン、オッケー、ダイジェットでワンパンチ、ダイジェットでワンパンチいけた、よっしゃ、やっと勝った。結構時間かかったな、マジできつかった。なんとか勝利いたしました。いやー、今回本当に変なミスばっかしたな、バカした、悔しい。ということで検証結果、先生本当に申し訳ございませんでした、まあ、とにかく私のミスもあり、加えてタイプ的にフェアリーとかドラゴンとか岩とかがちょこちょこいろんなところにいまして、それで結構変なところでたくさんやられてしまいましたね。ボーマンダーはもちろん600族で種族値はすごいいいんですが、やっぱり弱点を突かれるとどうしようもなくて、以前無双企画でやったウーラオスとかの方が全然いい結果でしたね。かかった時間もウーラオスとかよりは全然遅くてですね、約10時間ぐらいかかってしまいました。ドラパルトもそうですが、やっぱ種族値が強いからいいっていうわけじゃないんですよね。特に剣盾で出てくるポケモンは結構ドラゴンタイプに強めな印象がありましたんで、まあ多少はね、しょうがないかもしれないですね。なので受講した通りちゃんと初手龍舞をお見舞いいっぱいしたんですが、やっぱ勝つことができませんでした。もうこんな結果になってしまって、先生にはただただ申し訳ないです。すみませんでした。